皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが11月10日に配信したアメリカ版こっくりさん、ウィジャボードに関する秘密の3回目をご紹介します。ウィジャボードの秘密。結論としてウィジャボードは人類が未知なことや死者と交流したいという欲求の産物であることがわかります。これを真剣に霊との交流手段と見るのか、それとも単なる遊びと思うのかは別として、ウィジャボードは消し去ることのできないほどの痕跡を文化面で残し、また超常現象の象徴的存在となったのです。これは私とウィジャボードとの個人的関係のお話になりますが、この板が悪霊を引き寄せたり、命を危険にさらすかもしれないという意見には賛成できません。私が若かった13歳か14歳くらいの時、絶対にウィジャボードで遊んではいけないと教えられました。それがどういう意味なのかよくわからず、またウィジャボードなるものも知りませんでした。そして年が経つにつれてこの人たちは自分がやっていることについてわかっていないことに気づきました。私はウィジャボードとは何なのかがわかったのです。そこで私は身銭をはたいておもちゃ屋に行き、初期のウィジャボードを買ったのです。それはとても悪い選択であったと言わざるを得ません。ペンシルベニアのレブタウンを友達と歩いていた時、高校の近くでウィジャボードで遊んだものです。その時にオルガと名乗るスピリットがウィジャボードで引き寄せられ、私たちの近い将来に起こる出来事について語り、私が1999年に死亡すると予言しましたが、幸福なことにそのような出来事は起きませんでした。しかし私の母が57歳でその年に世を去りましたが、そのこととウィジャボードとには何の関係もないと思います。もちろんウィジャボードは自分たちだけでするものであり、自分だけで板を使ってはならないという掟を何度も破っています。ですが特に問題はありませんでした。その時はまだ10代でしたが人生はとても暗かったです。それから恐ろしく奇妙なことがいろいろと起こるようになり、若かったこともあり一層恐怖感に駆られました。サブリナと名乗る女性が助けてくれて、物事も明るく考えられるようになり、瞑想と儀式を行いウィジャボードを焼きました。それがとても良い効果をもたらしました。私がウィジャボードの虜になっていた時は、多分自分が何をやっているのかよくわかっていなかったのだと思います。ウィジャボードを焼くことは必要なことでしたが、それは自分が何をしたのかがわかればのお話です。もしウィジャボードを使わずに霊と交流したのでしたら、自分でその方法を考えるしかありません。20代の時はフィラデルフィアに住んでいて、週末になると友達とスピリチュアルなことをやっていました。そこでスピリットとチャネリングする方法を身につけたり瞑想したりして、自分独自のウィジャボードを作りました。それがまだ残っているかどうかはわかりませんが、私たちは安全で神聖な場所でそのような活動をしていました。独自に死者と交流する術も身につけました。まだ10代だった頃にウィジャボードに支配されているように感じました。真っ当な人たちと付き合うことでそのような状況から抜け出せるようになったのです。10代の時は超常現象やオカルトにとてもハマっており、それが今日の私へとつながります。そのようにして数十年が経過し、ウィジャボードが心を壊すこともわかりました。その板が膝の上から飛んで部屋を横切るのも目撃しましたし、また膝の上で2つに割れるのも見ました。そして霊が集まる場所へ行き霊が取り付くかどうか試したこともあり、ウィジャボードがそのような世界の扉を開けてくれる手助けをしてくれました。また誰かがシャーマン儀式をしている部屋から邪気を追い出したこともあります。ウィジャボードを清めて燃やすことで異世界への扉を閉めました。実際にその人は精神病を患っており、それはウィジャボードやその人の生き方によるものです。またある波動を出す音楽は邪悪な霊を引き寄せてしまいます。
ちゃんとした場所でやらなければ悪霊を招くことになるのです。また霊が集まる場所に行けば悪霊を自宅に招き入れるかもしれず、それらをイジャボードが可能にしてくれます。私からの助言として、もし自分が何をやっているのかわからなければ決してやってはいけません。まだ一度も綱渡りをやったことがないのに、いきなり高いビルの間に渡された綱を渡れば、高い確率でそこから落ちる結果となります。それと同じで、何も知らないで初めてウィジャボードをするのは危険であり、一度変な世界に迷い込んだら二度と戻れなくなります。最後の結論として、ウィジャボードは安全なのか、また安全に死者と交流することができるのかと尋ねられたら、答えはイエスです。はじめの質問である安全にウィジャボードを使えるかどうかについては、アルファベットや数字が書いてある小さな木片を円形に並べて、グラスを動かすやり方がまだ安全です。これはウィジャボードの特徴かもしれませんが、悪霊を呼び寄せてしまいます。自作の板を使うと全く違いますが、そちらの方が安全です。ただし、どのようなスピリットと交流するときも悪霊と善霊がいることを知らなければなりません。死者と交流するには様々な方法がありますが、私のような霊媒師に頼むこともできますし、自分自身ですることもできます。私たちはみんな超能力者としての能力を備えており、直感を働かせれば 100% 正しい選択ができるのです。頭の中に響く声は常に皆様自身の声というわけではなく、多くの場合は指導霊が皆様の直感を刺激して知らせてくれることもあります。どのようにしてそういった才能を伸ばせるのかを知るべきで、それはピアノを練習するように訓練ができます。皆様の持つ超能力者としての能力で、実はいつでも親しかった人とコンタクトができます。もし亡くなった人が突然頭に浮かんだ時は、その人がその瞬間に来てくれているのです。気づくことが大切で、そのような体験を積み重ねればもっと気づけるようになります。例えば車を運転している時に亡くなった方が来てくれる場合もあります。それとは別の方法として鏡を見つめるのがあり、レイモンド・ムーディ博士の本でも書かれています。これは古代遺跡から発見した方法で、鏡を意識的に見ていれば亡くなった近親者とコンタクトできるそうです。これもリラックスして練習を重ねればできるようになります。私もそうやって天国にいる母と会うことができました。これは安全な方法で自分一人ですることができ、つながりたい人とつながることができます。自分の命を削ることもなければ悪霊とつながるわけでもありません。中毒になることも問題であり、誰もいない部屋で一人で死者の霊と会うのは避けて何かしらの助けが必要です。どうか皆様安全に心がけてください。死者とつながることは決して難しくはなく、実は日々皆様はやっているのです。ただそうしていることを自覚できるかの問題です。本日の内容はいかがでしたか？皆様の援助に心から感謝します。皆様のおかげでこのような無料のコンテンツを配信することができます。また近いうちにお会いしましょう。どうか自分に対して親切で正直に、また大胆でいてください。ナマステ。いかがでしょうか？今回はちょっと変わったウィジャボードのお話でしたが、これに影響されて試してみようと思ってる方はくれぐれもご注意くださいね。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。